YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、ライトです。今日は魔法少女ユニディフィートというゲームをですね、実況していきたいと思います。でこのゲームなんですけれども、同人作品のゲームで、それで、R18 指定になっております。でそういった部分を配慮してね、今回も、できるだけお見せしないように、頑張ってプレイしていきたいと思います。それで今回このゲームを YouTube で放送しようかなと思ったのは、このユニちゃんですね。彼女のキャラクターの動き、非常に綺麗で滑らかで、ものすごいなんかよくできたゲームだなというふうに思いました。で、この彼女がですね、もっともっとこういろんな、例えばゲーム、そうですね、例えばアクションゲームで、そうですね、この間やった、何だったかな、サイカですね、あんな感じで、プレイできたら嬉しいななんて思いながらね、このゲームを応援していますので、ステマじゃないんですけれども、単純に私が応援したいっていうことで、プレイしていきたいと思います。はい、それではいきます。ユニちゃんの攻撃パターンは全部で4パターン、この4種類ですね。で一番最後に出したのは必殺技です。で飛び道具とかないので、なんでかなりこう肉弾戦系の魔法少女ですね。なんでこう多分身体能力強化かな、そんな感じの魔法少女ですね。で背景はちょっとお見せできないようなことになっていますので、なので気になる方はね、ご自分で確認していただければなと思います。 YouTube ではちょっと申し訳ないんですが放送できません。はい、ご了承ください。すごい滑らかな動きですよね。で無事にモンスターを倒すことができたということで、彼女はね、見事無事に学校を守ることができました。はい、でこのゲームね、これでおしまいなんですけれども、もっとですね、こうユニちゃんを使っていろんなゲームプレイしたいなって思っているので、制作者さんの人を見てたら、ぜひ引き続き、新しいねユニちゃんのゲームを開発してくれると嬉しいななんと思いながらも、応援してますので、それをね、持って本日の放送を終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは失礼します。